一番あの会長から引き継ぐことができたなっていうのは、はい、会社をつなげること、うん、次の代につなげること、はいはい、それにはあの社員さんが一番大事だっていう根本的なところは、ダイヤモンド経営者クラブ対談企画、今回はですね、レガシーカンパニー6にもご登場いただいた奈良の高木放送様の本社にお伺いしております。高木社長、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。高木放送様、今年で創業67周年ということになりそうですけれども、まずは会社の生い立ちからお聞かせいただけますか。はい、会社 の、はい、あの創業は、はい、1955年に創業いたしまして、はい、今年で67年目になります、はいはい、まずはあの祖父があの名古屋として発祥いたしまして、はいはい、で私の父があの時代の流れで、はい、ダンボールケースという、はい、のパッケージ業を始めてきました、はい、うん、なるほど。その先代お父様ですよね、はい、が今の事業基盤を作られたということなんですけれども、はい、非常に魅力的な素晴らしい経営者だと伺ったんですけども、はい、本当にあの今思うと、はい、人間力という言葉がちょっとあの流行ってるというかよく聞くんですけど、その言葉に、はい、あの溢れてる、はい、創業者であったなと思ってます、はい、でまあ、あの時代 の、 あの、うん、背景もあって、はい、どう言えばいいのか、まあ、鬼軍曹というか、はい、まあ、鬼軍曹で、うん、ひたすらの私も、はい、能力のないもんは地吐くまで働けた、うん、その裏には、はい、あのものすごく愛があふれてて、あの、まあ、誰よりも、うん、人のために、はい、お客様のために社員のために、地域の人のために、はい、尽くして来られた、うん、あの経営者じゃないかなと思っています、うん、その厳しさと優しさが上手に用意されている、はいはい、そのあたりが魅力ですかね。そうですね。事業的にはどんな形で規模を大きくされてきた形なんですか、先代は。まあ、先代、正俊社長は、はい、あのとにかくこう想像力、はい、が豊かだったなと、はい、この頃すごく思うんですけど、はい、まあ、厳しくなって、まあ、ダンボールの事業を、うん、あの発展途上の中で、うん、物を運ぶというダンボール事業を始めて、はい、で地域で密着をして、で地域の人たちに喜んでいただいて仕事を増やし、はい、であのとにかくこう社員さん物を届けるっていう最後の配送の部分も、うん、はい、あのやってまして、うん、でちょっとやっぱりコスト的に厳しくなると、はい、あのうまくこう、うん、納品多便で引き、はい、材料を引き取って帰るというような、はい、本当にあの無駄のない経営をされて、うん、あのここのところまで来られたんだなと思ってます。そういう先代の、ね、カリスマ的な経営から、はい、社長引き継ぐことになった時の、まあ、プレッシャーとか、逆に、ね、自分自身に対する何か期待というのか思いというのか、どんな感じだったですかね。いや本当にあの、社長に5年前になったんですけど、はい、よく喧嘩してまして、はいはい、でなんていうかあの会社入った当時はすごく、はい、あのまあ、大事にしてもらいながら、うん、まあ、地位箱まで働けとは言われてるものの、はい、まあ、あの親子ですから愛にあふれてたんですけども、はい、社長になってからは、うん、本当にあの自分のやり方、私のやり方が、はい、あの合わないことから、はい、あまりちょっと話もしなくなってしまって、はい、まあ、そんな中で、はい、やっぱりこう一番あの会長から引き継ぐことができたなっていうのは、はい、会社をつなげること、うん、次の代につなぐこと、はい、それにはあの社員さんが一番大事だっていう根本的なところは、はい、あの創業者としての、うん、あの
愛があふれる育てられ方をしたので、まあ、最終的にはこうトラブってましたけど、はい、親子としてもねトラブってましたけど、はい、もう亡くなって今思うのは、はい、そこの、愛されて育ってきて、はい、で社員さんに対しても、うん、そう接しなさいよっていうことを鬼軍曹と優しいっていう部分のこのところを、はい、うまく育ててもらったんじゃないかなと思います、うんうん、あとはその好きなことをしなさいっていう言葉、はい、そのメッセージも結構ペイントと大きかったとお聞きしてます、はい、そうなんです。その厳しい本当に厳しいお父さんだったんですけど、はい、とにかく好きなことをやれと、うん、はい、で特に営業をずっとまあ、私ずっと営業ばっかりたんですけど、はい、まあ、営業でお客さん、うん、どんなお客さんのところに行かせてもらっても、うん、褒めてくれましたし、営業ばっかりでずっと学生から、はい、まあ、この時代の人間としては珍しかったと思うんですけど、うん、その中でどんなお客さんのところに行っても、うん、どんな商品を、うん、どんな段ボールケースのご注文をもらっても、はい、絶対作ってくれた、あ、はい、絶対にこだわらなかった、うん、絶対にやるようにしてくれたっていうのが、うん、本当に好きなことをするっていうことに対して私が好きな、はい、好きなお客さんを選び、はいはい、好きな人と会うことを選び、うん、まあ、好きな仕事をさせてもらったっていうのが、うん、きっと私が今苦戦しながらも社長業をさせてもらってる、うん、根本的なところになるんじゃないかなと思ってます。その思いを引き継いで今度は社員のみんなにも好きなことしていいよということが、はい、そうですね、お母さん的、創業家的そうです、はい、それが、この楽しくなくっちゃ、はい、仕事じゃないっていう、うん、これを打ち出して、はい、ものすごく厳しかったんで、まあ、その当時からついてきてくださってる社員さんって結構、うん、残ってるんです、うん、特に工場が、うん、ものづくりの工場として本当に厳しい、うん、創業者やったんですけど、うん、でも多分一緒やと思うんですよね、はい、好きなことをさせてもらって、はい、ものづくりが好きで機械が好きでっていうところで、うん、結構こう支持された、はい、カリスマ性の強いお父さんだったんで、うん、完全に俺についてこい、俺の言うことつ、うん、聞いてたら間違いない、うん、そこに、まあ、現場の中に笑いはないっていう、うん、はい、感じやったんですけど、うん、まあ、そこが私がまあ一番気になってて、うん、やっぱり好きなことを楽しくなかったら、はい、仕事って続けていけないじゃないですか。やっぱりそういう考え方と思いがなかったら、はい、社員さんって毎日の時間が面白くないんだろうなと思って、うん、でそこを本当に素直に出せるように、はい、したいなと思っています。ただそのね、やっぱり強弱が難しい、はい、そうですよね、強弱がやっぱ難しいんで、そうですよね、はい、工場に TSJ 構造、はい、もうとにかくワクワクできる職場作りになりますけど、多分それも延長線上があると思いますけども、はい、TSJ ってどっからいつどう極めてこれは、はい、去年一昨年だったと思う、はい、一昨年の、うん、コロナ禍の中に入った年に、はい、決起集会みたいなのを、うん、社内のスタート式でやった時に、はい、ある一人の現場の社員さんが、うん、僕はやっぱりエンターテインメントのような、うん、まあ、そういうとこ行ったらワクワクするから、はい、まあ、そういう感覚で工場に来れたら、うん、いいなと思いますって言ったひと言が、はい、それってディズニーランドやな、うん、でその時思ったんです、はい、でちょっとお話ししてると、うん、関西は、はい、ユニバーサルスタジオジャパンなんで、USJ、はい、あ、そしたら高木スタジオジャパンで TSJ にしようと思って、
初めに出された時はみんなが何っていう感じだったって伺いしましたけど、今はもう結構皆さん持ってきてる。いやその計算ではあったんですけど、はい、なかなか私一人滑ってます。そうですよね。まあ、あのね、一人一人今もこう、うん、いてくれてる、うん、あの一番近い社員さんから理解をしてもらうようにして、うん、まあ、少しずつ、うん、まあ、でもそういう厳しさと楽しさ、ね、どう両立させるか本当に難しいと思いますけども、例えば事業の付加価値を高めていく、はい、こういう個性的な段ボールとか、はい、そのあたりも楽しさと厳しさの両立という意味では結構意味があるんじゃないかと思うんですけど、はい、そういう付加価値戦略、はい、どのように考えられてきたか、はい、私あの付加価値というか、うん、本当に想像力が大事だと思うんですよね、うんうん、はい、ただあのお客さんに欲しいと言われた、はい、例えばこの丸にこんな段ボールが欲しいと言われたものを収めるんじゃなくて、うん、そこにもう一つ入り込んで、はい、あの喜んで感動してもらうっていうことがすごく大事だと思うので、この、 あの高木マンも、はい、あの社員さんが、うん、これ社員さんのために作ったんですけど、はい、まあ、自己満足ですけど、はいはい、社員さんが会社の方針を、うん、あのこのコロナ禍の中で、はい、まあ、楽しみながら、うん、家族とあのお父さんどんな会社に行ってどんなことを思って毎日仕事してんのって言われた時に、うん、あの楽しめるようにこれ社税が一つ一つ4コマなんかなってるんです。でそれをあのうちの優秀なデザイナーが、うん、あのすごく話を聞いてくれて表現してくれたんですけど、だそういうようにただただあのこうしてくださいしてください、私はこんな考え方をしてるって言ってても、うん、なかなか、ね、そうですね、はい、あの伝わらないと思うので、はい、まあ、ちょっとした方あの付加価値、はいはい、だからこういうことをすることが、まあ、うち の、 あの営業マン社員さん自身に付加価値がついて、ね、あ、こんな楽しいことができるんだったら、あの僕もしようかな、私もしようかなみたいになってくれるといいなと思って、まずは社員さんの自由な発想力をどんどん育てていって、 そこだけ営業が上がってきたものをしっかりお客さんに認してもらう、うん、はい、それによって仕事の付加価値が上がってくるみたいな感じ。そうしたいです。ですよね。まあ、そういう社会を作られたのもその一環ですかね。なんか4月に新しくできたというのがあるから。そうなんです。はい、まあ、たまたまあの前職の3年間行かせてもらった、はい、あの行ってた会社 の、はい、あの社長様が、うん、その会社大好きなんですけど、うん、あの社会って、はい、いやじゃあいいよ、はい、って言われた一言が、うん、うちみたいな、まあ、社会って大手さんしか作らないと思ってるんですけど、うん、あの効果とか、うん、あ、そうや、うちも社会があったら面白いなと思って、で、このイメージをこう入れて、うん、胸がポップに歌えるように、はい、自然にウィーンになってる作ったんです。これからもっとあちこちの広めがしていきたいですけど、これもちょっと今あの私一人滑ってるかもしれないですけど、まあ、そういう愛のあるなんですかね、経営というのか会社というのかを目指していく中で、そのダンボールメーカーダンのは DAN のアルファベットで、はい、あと今後のビジョンを掲げられてますけど、そのあたり最後の、言葉としてメッセージいただけますか。ダンボールってこの感じのね、はい、ダンボールなんですけど、はい、やっぱずっとこう67年間ダンボール白黒の世界にいて、はい、あのどこでも作る、うん、なかなか付加価値の出しにくい、はい、あの仕事 で、うん、でそれをやっぱりあのダンボールってお客様のイメージを、はい、言葉の耳に入る響きから変えたかったんですけど、はい、ちょっとそこは難しかったんで、はい、うん、あの目で見て、はい、DAN、うん、あのデザイン対ナチュラルとなるように、はい、あ、ダンボールだけどこのダンボール会社さんちょっと違うよなと思って、うん、なんか面白そうやから、うん、あの私してみようかなと思ってもらえるような、はい、うん、あの未来に未来の想像力を、うん、あの若
させていただけるような、はい、お会社になってきたです、うん、まずは相談したくなる、はい、相談したら何か伝えてくれるんじゃないかと、はい、そういうイメージが湧き出るような会社になるかと思うんですかね、はいはい、今日はいろいろとお話しいただきありがとうございました。ありがとうございました。